おはようございます。本日もご覧いただきましてありがとうございます。大雨です。今日は災害レベルの雨だということでね、皆さんに被害がないことをお祈りしてます。もちろん僕たちもですけどね、気をつけましょう。みーちゃんはおやつおやつ。昨日のお仕事なんですが、68個だったかな、はい、いっぱい持ってきました。4時間半という今までにやったことのない時間だったんですけれども、まあ、ちょっと多いぐらいっていう感じでしょうか。10個、20個ぐらい多いのかな。まあ地域がある程度狭い範囲だったので、まあ、数の割にはスムーズに比べ配れました。はい、もうちょっと行こう。ほんで一箇所だけオートロックで玄関前の指定だったんですが入れずに、ご不在でマンション内に入れずに置き配できず、一個だけ持って帰るという不本意なことでした。改めてもう一回再配達行ったんですけれども落ちませんでしたね。はい、じゃあ見ておやつにしましょうね。はい、おやつ。はい、ちょっと遅くなってしまいましたが、お昼で今過ぎたところでウーバー始めました。まず最初はケンタッキーイオンモールですね。これは新船橋のあたり、そこから、まあ、距離はそんなない感じですけれども、いきなり2000円台です。豪雨の中行ってまいりたいと思います。ではただいま1軒目ピックアップしてきました。ケンタッキーです。駐車場もスムーズに入れて、エレベーターの近くで止められて、エレベーターでワンフラ降りた、待たずにエレベーターも来て、降りたら目の前にケンタッキーやって、ですぐ預かって、そのままエレベーターもすぐに来てまた発車という、すんげースムーズでした。こんなことあるんだね。でこれから、デリバリー先に向かいます。今少し走りました。あと4分ですね。で着く予定でございます。朝と同じ風景ですが、夕方のお散歩です。朝と同じ風景ですが、おやつが欲しそうです。今日はお隣が春巻き持ってきてくれました。ありがとうございます。とお漬物、いい匂いする、みーちゃんね。じゃあ自分のご飯相変わらず食べません。もうこのカリカリ飽きちゃったのかな。ねえ、水かけて湿らせよっか。すごい雨です。5時ちょっと過ぎからなんかいっぱいウーバーが家にいても鳴るようになったので1個取りました。2900いくらダブルなんですけれども、結構いい値段になりましたんで家から取りました。それから出かける準備したりだとか、少し時間ロスあったんですけれども、やっぱ道も混み出してきてますね、夕方っていうことで。ちょっと一稼ぎ行ってきたいと思います。それでは、はい、こんばんは。今日はウーバーやってで8000円ぐらい稼げまして、5本しかやってないんですけどね。シングルダブルダブルでトータル5本で、クエストが1000円つきまして、トータル8000円ちょっと超えたぐらいでした。ほんでその後アマゾン見たら、ですね、7時半19時半から22時半っていうやつ、3時間が出てまして、
時給2000円ちょっとぐらいのギャラで出てましたんで、それを取りました。これで無事、ただいま、配達完了でございます。22時30分までの予定ですが、ただいま21時10分です。美味しいお仕事させていただきました。ありがとうございます。Uber と Amazon 合わせると1万4000円ぐらいになりました。いやー、今日は美味しかったです。アメさん、ありがとうございました。では帰ります。Boom, boom.